1年前の10月7日、ハマスが大規模な越境攻撃を始めたことから戦争は始まりました。この時、イスラエル側の農場などが襲われおよそ1200人が死亡し、今も人質として連れ去られた100人近くが拘束されたままだとみられます。イスラエル軍はその後ガザへの地上侵攻に踏み切りました。死者数は現在も増え続けており、パレスチナ側の死者は6日時点で4万1870人に上ります。国際社会からは大量虐殺だとの批判の声も上がっています。今月1日にはイスラエルは北部の住人を帰還させるのを名目にレバノンへの地上侵攻を開始しており、ここ2週間での死者は1400人を超えています。